か仲間は絶対殺させやしないと言ったお前のその言葉さあ辺りを見てもう一度言ってみろもう一度言ってみろと言っているんだ冷たくなっていく仲間に触れながら実感しろ死を現実を見るこの世は思い通りにいかぬことばかり長く生ければ生きる現実は苦しみと痛み虚しさだけが漂っている自分の言葉は負けない許せサスケこれで最後だアスマー激マヨ先生